皆さん、こんにちは。桜とリンゴで有名な青森県弘前市で活動している愛用セラピーの酒井恵理子です。前回までのお話は、健康づくりにはうえすとというキーワードが大事だよというお話をしましたね。では今回はその中でも運動について少しお話をしたいと思います。運動といっても時間を作ってなかなかしっかり体を動かさなきゃいけないと思って時間を作るというのは難しいなと思ったので、毎日顔を洗ったり歯を磨いたりお風呂に入ったりいつもする習慣の中で運動作りつなげていけたら一番楽にできるんじゃないかなと考えました。その結果、お風呂で湯船に浸かっている間にも足のマッサージならできるなと思いました。それはこんな感じで、湯船に浸かった時に自分で自分の足のケアをしながら少し足もみをしてあげるとか、今日はちょっと冷えてたなとか、そんな感じで足を触ってあげるということです。それが、愛用セラピーという形で私の中ではメソッドが出来上がっていきました。湯船に浸かってずっとじわーっと体が温まってくることを感じていると、あ、やっぱり私って冷えてたんだなと思ったんですね。この冷えを改善していくことで、もっともっと体が健康になっていくんじゃないかな。じゃあ毎日ちょっと足を揉んでみようと思いました。そしているとどんどん汗が出てきたんです。しかも病気をするまではすごい私も汗かきな方なので、とにかく外で自転車こいでこう仕事をして集金とかして暑い暑いって言って帰ってくると、もうドバーッと汗が出て、もう皮膚がベトベトの汗なんですよ。もうじったじったベトベトで、どうしてこんなに私って汗かきなんだろうと思うくらい。ところが湯船でゆっくり体温めて足のマッサージしながらじわーっと汗が出てくるようになったら、ある時ダラダラした汗が毛穴ごとに一つ一つの毛穴からまん丸い霧吹きを吹いたような綺麗な汗が吹き出てくるようになりまして、あれ、ちょっと変わったなって思い始めると、日中汗をかいても汗が引けた時にその後のサラサラ感を覚えたんです。あれ、ベトベトしてない。これが汗の質が変わったということだったんですね。そっか、私少し体質が改善されてきたのかもしれない。そう思った頃には低体温だった36度ない私の体の体温が 36.3 もしくは 36.4、 そのぐらい平常時での体温が上がってきました。まさに冷えの改善がされたんだな、体ですごく感じることができたんです。なので、実践編っていうアンヨセラピーアンヨビクスの実践編では、この冷えを解消するためのお風呂でできるストレッチ、そして腰痛のためには立ってやるハードな運動の前に寝た状態で腰にあまり負荷をかけなくても筋肉がつけれるような筋トレもできるような有酸素運動、寝ながらできるストレッチ、そういうものを組み合わせていった時にはアンヨビクスといって約40分ほどかかりますけども、トータルで40分、ちょっと長いかなと思うかもしれませんが、アスリートとかも運動をするときにはまずはウォーミングアップで体を温め、しっかりと
筋肉をつけるような運動をして、最後には使った筋肉、熱くなった筋肉をクールダウンさせる。そこまで持っていくトータルなバランスのいい運動としてエリコメソッドを開発して、それを私が1年間実践した結果、1年で13キロのダイエットに成功したということなんです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。